で最後のまとめですね。で直流電気針はですね、心管を少し強めに圧迫します。ギューッとやっちゃダメですよ、ギューッとやったらいいですからね。で少し強めに圧迫します。で先ほど言った切皮の断乳の指使いですね、この MP 関節だけ動かすと。でお尻のコツね、3つありました。それぞれ上から下ろし皮膚を張るということが大切になります。まあ主義持続でもいいですし、弱宅間欠痛でもいいですから、そういうことになります。以上のコツを体得すれば、無痛刺激ができて短時間で効果のある直流電気針を実践できるということですね。で、なんでしょうね、直流っていうとやっぱり皆さんね、強い刺激がね、感じられますけど、結局そのやりようです、道具です。ロイロメーターも針も道具ですから、道具を上手にね、使うためにはね、自分である程度ね、こなさないとね、なかなか上手になりません。で今回こうやって私がしゃべるのも、このままだと自分のものにならないのでね、ちょっとね、大鵬さんで買われてね、ちょっと最初は痛いかもしれません。でまあノイロメーターもね、大体安いのだと3万から5万ぐらいで売ってるのでね、それをね、練習されると意外とね、運動器、スポーツ障害とかそういうものにはね、強くなると思います。でまあそんなことで喋りましたけど、で今この針ちょっと見てください。皆さん方ね、見たの初めてです、ね。でですね、ここを立ててください。こっち側にね、2つ筋がある。上にね、わかりますかね。簡単にしちゃダメですよ、簡単に。こっち側に上にで、上の筋のところをポチンと折ってください。こうやって、わかります。はい、これはどっかに置いといてください。でもう一個筋ありますね、もう一個ね、これをまた折ってください。これなくさないのね、絶対なくさないのですね。でこれ反対にしましょう。出ません？出ますね、わかります。で出ます、出ますね、止まりますよね。でもう一個ここに筋があります、上にありますね。これも折りましょう、ね。それでちょっとこう傾けて、ここを持ってください。ここをね、それでここの部分、さっきポチッと折った部分をここにはめてください。こっちの、こっちが短い方っていうかね、はまる方、どっちかしっかりする方、わかります。うん、そうそう、上手に、わかります。うん、これできました。これで終了です。これ針です。結局先ほども言いましたように、普通の針だとここがお尻が触りますよね。これだと針がガイドになるので触らないんです。わかりますか？ですね。それが特徴。